おじやサッカーキングチャンネルのミッシーと新平です。ちょっとね珍しい組み合わせですけども、あ、そうですか、はい、はい、今回の動画ではですね、はい、まあ、サッカーでいうと、まあ、代表戦、各国の代表であると思うんですけども、日本代表とかね、はい、スペイン代表とかね、で、はい、そのスペインでいうと、スペインってすごい地元意識が強くて、うん、皆さん名前聞いたことあると思うんですけども、カタルーニャ代表とか、はあ、マドリード代表とか、マドリード代表もあるんですか。結構いろんなその自治州のチームを持って活動してるんですよ。へえ。っていうのがありまして、その数は15以上もある。そんなの、はい、国の中ににあるんですよ。はあ。なんですけども、そのサッカー連盟との FIFA とか UEFA とかには加入してないんで、あ、その国際大会に出場できないんですけども、うん、まあ、自治州として年に何回か活動してるというところで、はい、まあ、一番有名なのは多分カタルーニャ代表だと思うんですよね。そうですね、まあ、まあ、バルサがある地区ですけども、はい、こちらのメンバーちょっと見てみたいと思います。はい、はい、イレブンを作ってみました。はい、ゴールキーパーはカシージャですね。でディフェンダーはジョルディ・アルバ、うん、ピケ、バルトラ、うん、レジェリン、中盤がブスケッツ、セルジ・ロベルト、セスク、シャビで、前線がジェラル・モレノ、そしてマリアノ・ディアスと。はあ、なのでもうスペイン代表を形成している選手たちがもう揃ってると言ってもいいですよね。まあ、ここにセルヒオ・ラモスがちょっと入ってくるみたいな、まあ、それぐらいのイメージですよね。っていうのをこれで言うと、カタルーニャ代表は今年の3月にも活動してて、はい、はい、実際に対戦をしてると。あ、試合してるんですか。試合をしてます、はい、ベネズエラ代表と対戦しました。はあ、で2対1で勝ってます。え、日本って引き分けだったよね。日本は大分でね対戦しましたけど、はい、1対1のドローでした。すごいな。ここに勝っちゃうっていうぐらいなんで、はあ、まあ、まあ、言ったらちょっと即興チーム的な、ね、そうですよね。あの練習期間とかもそんなないし、ね、あると思うんですけども、まあ、かなり強いと。ここの能力がすごい、ね、そうですね。というわけで今回の動画でですね、はい、まあ、これをちょっと日本に置き換えてみようかなと。あ、日本で区切ってやるってことですか。そうですね、何々県代表。ああ、なるほど、そういうことですか。作ったらちょっとどんな感じなのかなっていうのを、なるほどなるほど、ちょっと考えてみたので、はい、今回2つのちょっと例を作ってみましたので、はい、紹介したいと思います、はい、ではまずは、うん、まあ、日本の首都東京都出身の選手でイレブンを作ったらどうなるのか。人口多いからね。そうですね、強くなりそうだよね。はい、うん、というわけでイレブンこんな感じです。ゴールキーパーは権田修一選手、ディフェンダーは右から馬渡和明選手、野上優希選手、大崎レオ選手、杉岡大樹選手、中盤ダブルボランチに小林幸選手と三沢健人選手、うん、2列目が中島翔也選手、阿部裕樹選手で、トップ下に中村健吾選手で、ワントップに、武藤義則選手と。はあ、こんなイレブンにしてみる。いや、まあ強いだろうね。これだって J1 全員レギュラー以上、はい、まあ、海外組も含めてっていうところなんで、さすがにやっぱり東京都っていうところだよね、うん、ですね。まあ、特徴的なやはりちょっと中盤のところを見てみますと、うん、まあ、ベルディーゼと言われる選手。ああ、なるほど。そっか、あ、そっか、そうだね。小林幸選手、三沢選手、中島翔也選手、はいはいはい、まあ、今ね日本代表はかなりこのベルディーブームじゃないですか。うん、確かにね、育成組織出身の、ね、うん、選手がかなり増えてますけども。そうか、はい、あとはまあ FC 東京ですか、武藤選手とかっていう ね、もうかなりやっぱ育成は強い。強いから、はい、あ、東京出身っていうのはやっぱりこうね、多分、うん、若い層から結構強いですよね。そうですね、うん、で、まあ、この、まあ、11は、うん、まあ、とりあえず J1 で、まあ、レギュラーで出てる選手みたいなところ、うん、まあ、あと海外組も含めて、うん、まあ、ちょっと作ってみたんですけども、うん、まあ、他にも東京都出身の選手はこんな選手がいる。入んなかった選手ってことですね、はい、まあ、ここにね、ちょっと、紹介したいと思います、うん、まずゴールキーパーがめちゃめちゃ豊富なんですよ、うん、東京、はいはいはい、レイソルの中村浩介選手、おーと、FC 東京の林明宏選手。おー、すごい。これじゃあ全員日本代表その3人でいけんじゃん、東京そうですね、東京と選抜でいったら、ね、っていう、すごいすごい、これはすごいね。あと最終ラインだと、うん、グランパスでキャプテンやってる丸山選手、おー、丸山選手、うん、はい、この辺りも入ってきますし、高橋翔平選手なんかも、まあ、ベルディに、ね、プレーしてましたけど、あ、そうか、はい、中盤の選手でいうと白崎亮平選手、三田寛隆選手、うん、小野瀬康介選手、瀬川祐介選手、この辺りも、あ、やっぱりだいぶレベルは高い、はい、そうですね、うん、ですよね。あとグランパスでスーパーサブとして活躍している相馬勇樹選手も、うん、そうか、相馬選手もか、東京都出身、すごいですね。あと前線でいうと、はい、セレッソに移籍しました徳倉健選手、おー、はい、そっかそっか、リー忠成選手、あー、この2人も東京都出身。そうね、やっぱまあね、町クラブも強いし、そうですね、ベルディと YC 東京と、はい、有力な J クラブの、ね、うん、下部組織があるから、やはり若い、ね、ところから強くなりますよね、うん、そうですね、はい、そしてもう一つちょっと事例を紹介したいと思うんですけども、はいはい、まあ、サッカー王国と言われている県といえば、うん、静岡県。おお、はい、なるほど。静岡県でイレブン作ってみました。こんな感じです、うん、ゴールキーパー松井健也選手、ディフェンダーは右から内田篤人選手、木本康樹選手、竜田悠吾選手、吉田豊選手、うん、中盤が大島亮太選手、長谷部誠選手、小野伸二選手で、前線がすごいです、
北川晃也選手、中山雅史選手、三浦知良選手、はあはあ、レジェンドは並びましたけど、やっぱね、あのもう日本サッカーを支えてきた、いやー、まあ、静岡県出身です。そうね、静岡県は本当にね、はい、まあ、引退されて今指導者になられてる方とかでもね、はい、有名な方いっぱいいらっしゃいますから、はい、まあそれでも今もね、内田選手、長谷部選手をはじめとして、ベテランをはじめとしてね、はい、若い辰田選手とかも入ってくるっていうところですよね。そうですね、やはりこれ中盤もすごいですよね、うん、大島選手、長谷部選手、小野選手ってこの代表キャリアでいうとね、トップクラスのメンバーが揃ってますけど、そうですね、なんか東京都はどっちかっていうとクラブチーム主体って感じなんだけど、はい、静岡県はやっぱ高校サッカーも、うん、まあすごく盛んだから、そうですね、ユースももうそうなんですけど、静岡学園とか、うん、清水東高校とか、はい、今だと清水桜ヶ丘高校ですか、はい、そうですね、こういったところの選手っていうのが入ってくるっていう感じなのかな。そうですね、うん、はい、他にも静岡県出身こんな選手がいます、はい、まずゴールキーパーだと山本海斗選手、エスパルスで出場してましたけどね、ディフェンダーでいうと松原光選手だったり、中盤だと、まあ、エスパルスですけども石毛秀樹選手、あ、はいはいはい、そしてジュビロの伊藤博樹選手、あ、山田博樹選手、はいはいはい、この辺りも静岡県出身の選手です。まあジュニアとかジュニアの時にやっぱりね、強いですからね、全国的にもね、本当にいい指導が受けられてるのかな、はいはい、まあ、やはり高校サッカーは、ね、もちろん強い土地ですけども、うん、まあ、ユースっていうところもね、うん、エースパルス、ジュビロ ね、 そうですね、いい選手たくさん輩出していますので、うん、これは代表キャリアがある選手を結構ちょっと優先的にじゃあ、そうですね、まあ、ちょっと選んでみたんですけど、うん、そういった選手もね、クラブチームで頑張っているという、うん、まあ、言った選手たちも揃っています、はい、というわけで今回は実習ということで、うん、日本に当てはめてみて、東京都と静岡県の2つの県を見てみました、うん、ジュニアでどういうサッカー環境があるとか、はい、まあ、高校ももちろんなんだけど、はい、そういうところもなんか透けて見えるから、そうですね、そういう面白さも、まあ、あるのかなっていう、うん、ただやっぱり層の厚さっていうことでいうと、はい、この東京と静岡っていうところはかなり全国的に見ても分厚い部分なのかなっていうのは ね、 ね、見て思いましたね、うん、はい、まあ、それ以外の県でもね、うん、今後ちょっと好評だったらやってみたいな、あー、なるほど、思ってるんですけども、やはりまあサッカー強い、まあ、高校あるクラブチームあるとかだと、まあ、千葉県とか、はいはい、神奈川県とか、神奈川なんかは高校もそうだし J クラブが多いからね、めちゃめちゃありますからね、うん、であと関西だとやっぱ大阪府、あ、ね、あと兵庫県なんかは香川選手とか庄司、うん、選手とかね、うん、日本代表は結構関西勢が強いじゃないですか、はいはい、確かに、なのでちょっとそこの辺もやっていきたいですし、まあ、九州もね、はい、それこそ名門校がたくさん揃っていたりするので、非常に面白そうだな、そうですね、これは、これは埼玉県、まあ、我々埼玉県出身なんですけど、そうそうそう、ちょっと埼玉県でもね、うん、次回ぜひやりたい、そうなんですよね、はい、だから皆さんのリクエストで埼玉県が多ければ、ね、まあ、埼玉県もね取り上げるかもしれないんでね、はい、負けずに頑張りたいと思いますけどね、はい、なのでちょっとコメント欄にぜひ皆さん、どの県が見たいとかっていうの、はい、あとね、自分はここ出身なんで、ああ、そうかそうか、なんかね、ね、こういった選手がいますよ、うん、みたいなのをちょっと教えていただいたら、ね、お知らせしてくれるとぜひ嬉しいなと思います、うん、はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします、はい、お願いします、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。